さて、今日から皆さんにマリッペの知恵袋と題して、まあためになるかどうかは分かりませんけれど、ちょっとずつ情報を配信していきたいと思っています。1日5分ぐらいの長さなので、楽しみに見ていただけるように頑張りますので、よろしくお願いします。さあ、今日の日にちは4月の13日水曜日でございます。そこの日は何の日かって、いろんなところにいろんな日っていうのが書いてありましたけれど、気になったのが喫茶店の日。皆さんも喫茶店によく行かれると思いますけれど、私もよく行きます。喫茶店にコーヒーを飲みます。あのブラックじゃなくてオーレが好きなのでね、牛乳のいっぱい入った、オーレを飲みますが、そこにフレッシュついてきますよね。フレッシュついてくると、もう昔よく見たのは、あの残ったフレッシュをこう手にこうつけているおばちゃんたちがいて、まあ私におばちゃんって言われたくないとは思いますが、そのおばちゃまたちがこう手にしておられました。そのしておられましたが、それって効果があるのかどうかっていうのはね、とても気になっているわけでございますよ。でちょっと調べましたところ、効果はあるそうでございます。あれは、水とか植物油とか、まあ、あれミルクじゃないんですよ。あれミルクでできているのではないので、牛乳を手に塗っているのとはちょっとわけが違います。なので油とお水なので、手がツルツルするっていうのは実際あることだそうです。でもあのここだけの話、みんな見てると思いますけど、ここだけの話、私はフレッシュを入れるよりやっぱり牛乳を入れた方が好きなんですね。なんとなくあの美味しいなと思うんですけれど、そのミルクが入っていると思っている人、フレッシュはミルクと同じものだ、ミルク入れんとわしはコーヒーが飲めなんて言っている人よく見かけますけど、あれはミルクじゃございませんので、それはちょっとお気をつけいただけたらと思います。あ、別に飲んで大丈夫なので、気をつけるというのは言葉が違うかな。あ、でもまあ一回ちょっと手につけてみて、ツルツルする感覚を味わってもらってもいいかなと思います。一つだけちょっとね、匂いが私は気になるんですけど、ね、あれちょっと臭いかなとか思うんですけどね、まあ、クリームの方がいいかなとも思いますが、一回やってみてください。で、喫茶店といえばみんなでこうお話ししますよね。で、お話ししている時に隣の人のお話が気になったりして、こう耳がダンボになっている人いると思います。こないだも友達とお話をしていたら、隣の若い女の子だったんですけど、すっごいもう明らかに耳がダンボになっているのが分かったんですよ。で、何の話をしてたかっていうと、世の男の人たちはどうなこうのって、まあおばちゃんたちがよくありがちなお話をしてたんですけれど、でもやっぱり経験でこう私たちがこう話をして、まあ、同じぐらいの年齢の人と話をしていたので、その経験でいろんなことを言っているのを若い子たちが聞いてて、ああそうか、そういうことなのね、なんて参考にしてくれるとありがたいななんて思いました。まあくだらないことも言ってるんですけれど、やっぱりちょっと、こういう危ないこともあるんだよとかっていうこともちょっとお話をしていたので、そんなのも聞いてもらって、自分が、まあ、危ない目に遭うってことはそこそこないとは思うんですけれど、でもちょっとこう生活の中で、あ、そういえばなんかあの見知らぬおばちゃんたちがなんかお話ししてたよねっていうのに役に立つと思うので、時にはちょっと耳をそば立てて、なんだったらこの私みたいな人にはちょっと声かけて、それどういうことですかって聞いてもいいかななんて思います。で、知識を共有していくのがいいなというふうに思うので、こんなふうに知恵袋、まあ、全然知恵袋にはなってないかもしれないですけど、好きなことをちょっとずつ語らせていただけたらなと思います。で、気に入ったら見ていただければいいし、まあ、たまにマリッペの顔見たいな、広瀬マリ何やってるかななんて思った人は、それを見ていただければいいなと思います。毎日毎日配信していくのはちょっとしんどいかな、始めたけど続けられるかなっていうのはちょっと不安はありますけれど、そんなのもちょっとな、協力してくれる人もいるので、それ頑張って言ってみた、頑張って喋っていきたいと思います。ラジオも喋ってましたから、喋ることに関しては少しはできているかなとは思いますので、あ、そういえば、あの、私の活動のお知らせとかもしていきたいと思っておりますので、まあ、文字で書いてある情報もいいですけれど、あ、ちょっと声で聞きたいなとかって思う人もどんどん聞いてもらえたらなと思ってます。いろいろやりたいこといっぱいあるけど、こう、やっていくのが素晴らしいことだなと思っておりますので、ぜひぜひ、あ、こうやってコメントとかできるのかな、聞いていただけたらと思います。それでは、また明日も頑張ります。バイバイ。